杉山浩一です。私は本職は音楽なんですけれども、一日本国民として、我が国の政治状況、我が国の行く末、それから、私たちの子供の世代、孫の世代まで含めてこのままで良いのかという心配をしております。そして、まあ、僕たちで世帯でできることがあれば、少しでも我が日本国のため、後に続く日本国民のためにできることをしていきたいなと思っています。で、私はよくこういう時の話で、日本は日本軍と反日軍の内戦状態にあるという表現をするんですが、残念ながら今反日軍の方が勢力が強くて、実に反日軍が政権を取ってしまっているという状況です。で、この状態を一刻も早く脱してまともな政治にしないと日本は危ないと思いますね。で、この反日軍が実に日本の体制半数以上を占めているので、内閣も成立するし、私たちが尖閣問題その他についてデモ行進に行ったりなんかすることもあるんですが、大体デモ行進というのはその社会で過半数を割った側、少数になってしまった方がやるものなんですね。ですからデモ行進に参加しながら、我々は少数派なんだという悲しい思いも並行して持ってしまうわけです。そして、私たちは大きな声で愛国者、国を愛する我々が頑張らなければと言いたいのですが、戦後もう60年以上かなにわたって、愛国者イコール右翼という刷り込みがなされてきていたために、我々が自分は愛国者だと大きな声で言いにくいような世間の風潮を作られてしまっています。これはおかしなことで、もっと愛国者当たり前、大きな声で自分は愛国者だというように皆さんしましょう。ここで思い起こすのは、例えばアメリカでもイギリスでもフランスでもドイツでも、政治家というのは全員愛国者であり、自分は愛国者だということが、政治家としての存在意義になるというのが当たり前のことなんです。それと同じように我が国も大きな声で愛国者だと言える状況にしなければいけないと思っていますね。そして、今の、内閣、これは私に言わせればほとんど反日内閣ですけれども、その反日内閣になんと与謝野薫さんが入ってしまった。あの与謝野さんがその反日軍の応援というつもりはないのかもしれませんけれども、結果として反日軍内閣の力になってしまうというのはとても悲しいことだし、残念なことだと思います。で、私、日本のいろいろな政党の中では、立ち上がれ日本、平沼武雄さんが率いる立ち上がれ日本が一番愛国的な、政治集団だと思っているのですが、これは平沼さんもさぞお困りのことだろうと思います。そして、私いつも選挙のたびに、私は東京一区なので、ほとんど与謝野薫か海江田万里かどちらか二者択一の状態で投票してまいりました。ですから今までは与謝野薫さんに、投票してきたのですが、困りましたね。なんとか、次の選挙の時にはぜひ、
立ち上がり日本なり自民党なりがはっきりとした私の言う日本軍の候補者を東京1区で立てていただきたいと思います。そうすれば安心して投票できると思います。そして、まあ今の民主党内閣は、そもそもそうですね、若い頃から、内閣の中枢を占めている方々は日本で共産革命を起こして、日本を共産主義政治体制にするのが夢だったという方々が政権の中枢にいるわけですね。で、彼らは日本で共産革命を起こすのはまだまだ非常に無理だろうと多分思ってると思うんです。それで彼らが考えた一番手っ取り早い、方法というのは日本を中国の植民地にしてしまう。日本を中国の植民地にすれば一気に日本が共産、革命をしなくても共産主義政治体制になってしまう、なると、そういう狙いもあって、なんとか日本を中国の植民地にしようというような動きをしているというふうにすら見えてしまいます。そういう流れ、彼らの意図にどうやって、抵抗し、我が日本を立て直していくか、これは本当に私も可愛い孫がいますから、孫の世帯のためにも頑張らなければいけない。なんとか、ぜひ、この放送を見ている皆さんも日本軍の一員として身近なところからできることを少しでもやっていただきたいと思います。私もこういうチャンネルで話をする以外にも身近なところでいろいろな人に、日本をどうやって守ろうか考えてくださいという話をして、少しでも志を共にする人を増やしていく努力をしております。どうか皆さん一緒に頑張りましょう。